本当かよと思うかもしれませんけど、これ本当ですから。そうすると思考とか行動がだんだん近づいてくるので、本当違うので、言葉っていうのは行動に変わっていくもんなんですよ。こんにちは、木村拓哉です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。木村さんは夢を実現するために大切なことって何かありますか？実現する前に夢から逃げてないですかっていうふうに私よく言ってるんですけど、はあ、よく夢は逃げない、逃げてるのは自分だっていうことを知りません？なんか聞いたことありますね。これ結構夢の話なんですけど、はい、これ本当にまとえてると思うんですよね。やっぱりね、大人って、まあ、私もそうだったんですけど、会社員の頃ね、はい、なんかもう夢に対して諦めるというか、もう無意識にもう抑えてしまってるような感じ、はい、子供の時みたいに、はい、もうあれやりたいこれやりたいっていうのがもうなくなってしまうような大人って多くありません？そうですね、やっぱりそれは仕方ないかと思うんですよ。日々の悩みも本当に仕事で忙殺されてね、はい、しかも会社員だとやりたくないことばっかりじゃないですか、はいはいはい、理不尽なことばっかりだと、どんどんもうそうなっていくんですよね、はい、大人になるとなんかすごい慎重になって、はい、今はその時期じゃないとか、はい、もっと準備をしてからだとか、はい、お金をもっと貯めてからだとかっていろいろ言って、はい、結局何もしない、はい、そういう人も多いでしょう、はい、ですからね、本当にね、夢がこう逃げていく、いかない、実現しないじゃなくて、自分が夢から逃げている、遠ざかっていくっていうことが現実だと思うんですよね。と言いながら、やっぱりもちろんやっぱり夢を考えてね、実現したいということであるならば、それを近づける方法っていうのはあるので、はい、それを話していきますね、はい、順番にこうステップ論で、はい、いきますよね、はい、で、はい、まず最初の第5位になるんですけども、まずね、夢をね、紙に書くとですね、はいはいはい、ちゃんと書く。やっぱ頭の中ではぼやっとしてるんですよ。書けば明確になる。で、書くだけじゃなくて、いつっていうのも書く。何をいつまでにやる、期限を決める、ね、そうそう、期限を決める、これすごい大事ですね、はい、これがまず一つ目ですね、はいはい、スタートポイントです、はい、でそして次4位ですね、ポジティブなセルフトークを繰り返す。これ結構難しいかな。セルフトークっていうのは自分の中で頭の中で話す、はい、使う言葉ですね、はい、それをポジティブな言葉に変えるということですね。多くの人はね、セルフトーク、頭の中の言葉って、はい、特に日本人はね、はい、ネガティブな言葉が多いんですよ。なるほど。あ、またダメだったとかね、今日も調子悪いとかって、そうじゃないですかね。そうですね、意識していないとそっちの方に思考が、ね、行くんですよ、日本人は、ね、言葉っていうのは行動に変わっていくものなんですよ、言葉ってやっぱり思考の、形になったものなんで、言葉変わるイコール思考が変わる、そうするとやっぱり行動も変わる、で行動が変われば結果も変わっていくんですね、ですからね、本当に夢を叶えたいんだったら、普段本当に話すことだけじゃなくて、頭の中のセルフトークもね、ポジティブなものに変えるっていうのがすごく大事だと思います。よし、今日ついてるとかね、よっしゃ、これでいけるとかね、はい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 、今日は良かったとか、はいはいはい、お前頑張ったなとかね、はい、ポジティブなものに変えるっていうのを本当にやってみたらいいと思います。逆にネガティブなことはもうやめた方がいいです、はい、ああ俺ダメだとか、今日もダメだとか、ついてねえ、クソとか思ってませんかったんですよね。ダメです、はい、次第3位、10年後をイメージした姿をちゃんと書くってことですね。ほうほうほう。つまり夢だから、ね、そんなに直近のことじゃないじゃないですか、はいはい、で10年後にこうなってるっていうか、はい、これをやっているとか、はい、そういったものを、ちゃんと書くっていうことなんですけど、で書くときに大事なのは、こういう人になりたいっていうね、目標となるような人を具体的に探すとか、決めるといいです。理想となる人を。そう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 。抽象的な言葉じゃなくて、やってる人とかやっぱりいるはずなんで、それをこうちゃんと決めて、来年3でもいいです、年々さんみたいになるとか、それでもいいですね。それもちゃんと書いておくのが、これも書くのが大事ですね。そこも長期的な視点っていうのが大事ですね。そうですね、そうですね。そして第2位、その人をね、ある意味メンターと決めて、はい、そしてその人に会いに行くっていうのもすごい大事です。直接会うのが大事ですね。まあもちろんね、会えない人もいると思うんですけど、でもできるだけ会えそうな人で、身近な人を探してですね、はい、そして会いに行くっていうのはすごく大事だと思います。写真とかそういうのを見てるだけのと、会いに行って挨拶したとか、同じ空気感、空気を吸ったとかって本当違うので、
ですから、ね、行動力ある方だったら例えば、うん、ネット上とか本の中の人だとしてもね、何らかの連絡手段今あるじゃないですか、はい、セミナーとかあればもうすぐに行けるんですけどもね、そうじゃなくてもちょっとコンタクトを取ってみるとか、はいはい、そういうことをやっぱり活動した方がいいと思うんですよ。木村さん自身もそうやってされたんですか？もちろんですよ、はい、そして第一ですけど、はい、そのメンターの方が話してる言葉に注目してくださいと。言葉、使ってる言葉、はい、使ってる言葉、そうですね、はい、本当に一軸なんですけど、はい、それどうしたっていうと、その言葉っていうのはやっぱり行動を表している思考から出てるわけなので、はい、その自分がなりたい姿のメンターの方がどういう思考、どういう行動からその言葉ができたかっていうのはすごく意味のあることなんですよ、実は、実は、はいはい、それを注目して本当にもうメモするなりしてですね、はい、そして大事なのはそれを自分でも使うようにしなさい。あ、その言葉の使い方だったりとか。うん、でそうするとやっぱり思考とか行動がだんだん近づいてくるので。なるほど、それによって結果も違ってくるっていうことなんですね。その人みたいにだんだん近づいてなれるようになってくる、そうです、本当かよと思うかもしれませんけど、これ本当ですから。学ぶは真似るから始まるってよく言うんですけど、はいはい、学ぶってのは真似る、真似するところってすごい大事 でメンターとかこういう人になりたい、つまりこれって自分の夢じゃないですか、そうですね、夢を具現化してますよね、はい、だからそこに近づいていくっていうのは今言ったようなやり方を取っていけばちゃんと道筋あるじゃないですか、はい、道筋ないまま夢だけボンとあったってどうしていいか分かんないですよ。そうですね、で必ずね大抵この夢をやってる人っているはずなんで、そういう人をまず探して近づいていってね、はい、そして真似る、はい、でそれは言葉からまず使ってる言葉ってやっぱあるんで、言葉の力って大きいんですね。あ、大きいですよ、やっぱり、うん、やっぱり人間ってねある意味影響を受けやすいので、はい、それをいい面に使えばいいんです、ね、なるほどなるほど、やっぱりあの共通しているのは言葉がすごく大切だということ、うん、あと視点ですよね、視点もやっぱり自分だけだと見失ってしまいがちだと思うんですけど、そこがやっぱり自分の理想とする人をまず見つけて、その人に習ってこう、まあ、ある意味観察するというところですよね。そうですね、はい、そういうことが大事になってきますね、はい、まあ、参考になればと思います。やっぱり夢は叶えたいじゃないですか、はい、夢の窓を開けてると本当に夢なので、はい、うん、やっぱり叶えたいと思うのでね、こういったことを、ね、やってもらえればかなり変わってくると思いますね、はいはい、まあ、このようにね、夢を叶える方法、成功法則であるとかね、物事をうまくやっていく方法とかっていうのも私の公式 LINE の方でね、発信してますんで、ぜひ登録していただいて、でそちらで私の、動画16本、いろんなノウハウ詰まった16本、これをプレゼントしますんで、ぜひ受け取っていただけたらと思います。登録の仕方は下の備考欄にありますのでね、はい、では今回以上になります、はい、ありがとうございました。